皆さんこんにちは。結婚を電撃発表したドジャース大谷翔平投手が2月29日日本時間3月1日キャンプ地の米アリゾナ州グレンデールで囲み取材に応じました。大谷選手の一問一答をまとめていきます。このオープン戦の出場ペースについて、連チャンで出ることよりもまず強度を保つ、あとはトータルの打席数を増やすというのがメインなんで、そこまで連続で出るということには重きを置いていないかなと思います。開幕まで50打席が必要と言っていたが、今は20くらいだと思うので、すぐ50は多分超えるんじゃないかなと思いますし、継続してあとは強度を保って多めになる分には構わないと思っているので、できる限りいい調整を続けたいなと思います。結婚はいつ、そして妻について、日本人の方ですね、入籍費は特に言わないというか言わなくていいかなと思っているので、至って普通の人というか普通の日本人の人です。知り合ってどれくらい、正確な日付はちょっとわからないですけど、初めて会ったのは3年4年くらいですかね。3年ちょっとかな。結婚は FA の決断に影響があったか、それは全くなかったですね。彼女自身も僕の意見を尊重してくれていますし、そこはまあ野球とは別のことなので、どこに行っても来るという感じだったので、そこはもう全く関係なく、自分がどこで野球をしたいかが一番というところだったかなと思います。なぜこのタイミングで発表したのか、そうですね、シーズン中よりまず入る前がいい、ウルード氏で縁起がいい29日というのももちろんそうですし、他の全部トータルで見た時にもちろんシーズン入る前がベストじゃないかなというところがあったのと、時期に関しては書類がいろいろあったので整理しないといけないのもあったので、もうちょっと早めにしたかったのはあったんですけど、そういう関係で少し伸びて今日になったという感じですかね。ちゃんと発表したいとは、一番は皆さんがうるさいので、しなかったらしなかったでうるさいですし、今日はまずはここでして、あとは野球に集中したいなというのが一番です。結婚の決め手になったのは、決めて、なんでしょうね、特にこれというのはないというか、一緒にいて楽しいですし、なんとなくずっといるところを想像できたんじゃないですかね。3から4年前に知り合ったとのことだが、二刀流で成功し始めた頃、二刀流をやる上でも食生活で支えられたか、初めて会ったのがそのぐらいなので、実際に交際したのはもっともっと後なので、シーズン中は特に来ていなかったですし、基本的には今まで通りというか、渡米してから今まで一人でいたので、そこは特に去年も変わらなかったかなと。どんなところに惹かれたか、これというのはないですね。全体として雰囲気というか、一緒にいて楽しいですし、これ一つというわけではなく、全体的な雰囲気が合っているかなというか、好きな食事は、まだ実際にはこっちに来て日が経っていないというか、そんなに長いことではないので、まだそこまで食べてないですかね。たくさん作ってもらったのを食べているわけではないですかね。プロポーズの言葉、からと普通に言いました。まあ、あえて言う必要はないと思います。交際期間はどれぐらいなんですかね。初めて会ったのが3、4年前というだけなので、実際にどれぐらいだったかは、婚約したのは去年なので、それを指すなら去年になるんですかね。将来子供を作りたいという希望、イメージはもちろんそうなればいいですけどね。自分以外のことは言うと叶わない気がするので、あまり言いたくない感じですかね。拝見、デコピンを買われたのは遠征で夫人が一人になるなど結婚の影響はあったのか、ぼやっとは考えてましたけど、基本的には手術をした時もずっと僕一人で自分がデコピンを見ていたので、基本的にはあまりそこまではぼやっとはもちろん考えていましたけど、そこまで必ずという感じではなかったですかね。犬好きで2人でワンちゃんを決めたとか、いや僕が勝手にというか、僕がもちろん前々から飼いたいなというのはあったので、タイミング的に良かったというのがあったので、電話した時にむしろびっくりしていたぐらいの感じだったので、言える範囲で馴れ初めは言えないです。まあ言えなくはないですけど、
言える範囲で、まあなんか短いスパンで何回かたまたま会ったので、そっからというのが一番ですかね。アメリカで、日本です。外でデートは、外は行ってないです。僕も基本的にはアメリカに、オフシーズンの最初や去年は手術もあったのでほぼ帰っていないですし、オフシーズンも基本的にこっちにいたりすることもあったので、そんなに外にいることはなかったですね。カトカで過ごしてお互い惹かれていった。ラフな感じで過ごしていました。外に出たら皆さんうるさいので、一般人の方で一緒に住んでいる認識でいいか。そうですね、キャンプの途中でこっちに来ました。お相手は日本人女性ということですが、誰なのかは明かされていません。大谷翔平さん結婚と検索すると池江璃花子さんが出てきますが、お相手は池江璃花子さんなのでしょうか。今回は大谷翔平さんと池江璃花子さんの結婚が噂されている理由を調べてみました。実は以前からこの2人はお似合いだとする声が多いのです。大谷翔平さんは2021年に調査された恋人・結婚したいアスリートランキングで1位になっています。女性では結婚したいランキングで池江璃花子さんが1位を獲得していたのです。また池江璃花子さんは2021年に大谷翔平さんがア・リーグ MVP に満票で1位に選ばれたことについて、野球のことはよくわからない素人ですけど、イチローさん以来2人目の快挙で素晴らしいと思いますし、もっと上に行ける選手だと思いますと答えていました。こうした発言からもわかる通り、池江璃花子さんは大谷翔平さんに注目していることがわかります。また日本のアスリート同士での交流もあることが予想されており、2人の関係性についてはずっと噂されていました。また大谷選手の以前のインタビューなどから語っていた好きなタイプは、ずっと笑っていてくれる、普通にニコッとしてくれる、明るい、スポーティーで爽やかな感じ、身長が高い、ハキハキしている、控えめで誠実、頭がいい、チャラチャラしていない、甘えさせてくれる、引っ張っていってくれる、チャラチャラした人については男女に関わらず苦手と話しています。一方、大谷選手のご両親からも結婚の条件が出ているという報道もありました。大谷選手のご両親は、女子アナやタレントとは結婚させないと伝えているそうです。大谷選手本人もその意向に納得しています。ご両親はアスリートがいいと考えているようです。大谷選手の家族はスポーツ一家、父野球選手として社会人までプレー、母バドミントンで国体出場、姉花巻東高校野球部関係者と結婚、スポーツに理解がある人がいいのではというご両親のお考えがあるということから、池江璃花子さんではないかという噂が出ているのです。いかがだったでしょうか。大谷翔平選手のお相手は一般人ということで、お相手は伏せていましたが、実際のところは分かりません。もしかしたらお相手の意向で伏せることにした可能性もあるのです。まだまだ大谷選手から目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。